エドマン分解は、ペプチドのアミノ酸配列を科学的手法で決定する方法である。また、この分析で利用される化学反応もエドマン分解と呼ぶ。エドマン分解反応は生科学者、ペールエドマンにより1950年に発見された。一段階のエドマン分解をペプチドに施すことにより、N 単速一残機のアミノ酸のみを分解分離することができる。 生成したフェニルチオヒダントイン誘導動体を高速液体クロマトグラフィー等で分析したり、場合によっては残されたペプチド等を分析することでアミノ酸残機を決定することができる。この方法は繰り返し適用が可能であるからアミノ酸配列を決定することができ、自動アミノ酸配列分析装置などに利用されている。エドマン分解でアミノ酸配列を決定するには、 管理生成済みの数十プマルのペプチド資料が必要である。そのために全処理として、タンパク質の酵素分解や電気エイゲル、電気エイドウなどの全処理が必要となる。現在では、エドマン分解が適用できない、微量のペプチドであっても、モルリポーなどを用いた、糖腐質量分析系でペプチドを同定することが可能になった。エドマン分解は、 ペプチドの N 単則ユーリアミノ酸に、ビアルカリ条件下で、フェニルイソチオシアネートを反応させて、N フェニルチオカルバモイルカラダとする一段階目と、酸処理により N フェニルチオカルバモイルカラダが感化する際に、アミド結合を切断し、フェニルチオヒダントイン誘導体となる二段階目とから、構成される。フェニルチオヒダントイン誘導体は、死外吸収が強く、 あるいは傾向を発するように工夫することで微量ペプチド分析が容易である。ありがとうございます。